どんなバンドですか？めちゃめちゃかっこいい。かっこいい。かっこいいバンド。すごいかっこいいバンドです。はい。めっちゃかっこいいです。高校生の中で一番かっこいい。高知県を代表するトップ高校生バンドですね。今日ラストっていうことで、はい、どうすか？すごい緊張してるんですけど、最後なので集大成見せれるように頑張って盛り上げたいなと思います。今までやってきた成果とか、そのみんなの上手いところを見てほしいです。ラスト大好きなメンバーとできるんで、全力で走り抜きたいと思います。頑張るぞ。おー、私たちみたいなジャンルやってる人って高知の高校生あんま今いなくて、私が本当にやりたかったバンドを自由にできてるのが今のネオユーなので、私のかっこよさとかネオユーのかっこよさをみんなに存分に楽しんでもらって、ラストかっこよく締めくくりたいと思います。中四国を制しただけじゃなく、結局全国を取っちゃった。高校生離れしたすごいテクニックのバンドでした。自分のしたいこととかできることを全力に発揮できる、本当に楽しくて面白くいいバンドだと思います。あのメンバーは もう一個の僕のバンドがあるんですけど、そのバンドとはちょっと違ってて、どっちかって言ったらネオユーの方が技術的には長けてる感じがしたんですよね、僕の中で。でその中でなんかあの人らに追いつくにはもっと練習しないかっていうので、技術的にもうなんか向上心もなんか全部ネオユーがネオユー自体で全部上がっていった気がします。
まあ、東京行きが決定した時はもうとりあえずまあ楽しもうって思いました。東京でライブすることを、このライブをきっかけに東京で音楽やりたいっていう気持ちがすっごい強くなって、で目標は東京に行くことだったんですけど、その中四国大会よりも高知の方がすごい怖くて、普段知ってるバンドで全バンド勝ち進みたいっていう気持ちがすごいあって、だからその点では中四国大会よりも高知大会予選の方がすごい緊張したし、ここで勝って絶対東京行こうねって誓い合って、で勝つことができて、中四国ももちろん緊張したんですけど、まあ、東京行きが決まった瞬間は本当に嬉しくて、何か一個でもものにしてコーチ帰ってきて、ここからのライブに行かそうっていう話をメンバーみんなでしました。卒業おめでとう。ネオユーのね、みんなは僕のね自慢の教え子やと思ってます。それぞれね、道は違うと思うんですけど、これからも自分の信じる夢に向かってね頑張ってます。また会えるかもしれません。ギタリストになることです。プロのギタリストになることです。シンプルだね大学に行くんですけど、そこで教員免許、高校の教員免許を取って、ある高知県の高校生を軽音やりたいよっていう子たちを子たちと一緒に、この高知の軽音シーンっていうのを盛り上げていけたらなって思います。で、もちろんスクールズアートにも出そうかなって思ってます。夢はネオユーのボーカルと一緒に音楽を続けて、将来は大きくなってなんか音楽やっていきたいです軽音部に入ってボーカル始めた時からずっとなんですけど、歌で有名になってプロになって音楽作ってみんなに届けて、なんか何やろ、本当になんかこんなこと言ったらあれなんですけど、東京に行って、あの近くいつも言ってることがあって、東京に行って原宿の竹下通りを歩くときに道が混雑するぐらいに囲まれるイメージになりたくて、
どこ歩いても声かけられるようなすごいアーティストになりたくて、で高校入って1年生からずっと一緒にやってきて、チカと2人でちょっと、まあ、いろいろあると思うんですけど、楽しく一緒に音楽やっていけたらなって思いますし、なんか将来の夢とはまたちょっと違うと思うんですけど、また何かの形でこの強くこの気持ちを作ってくれたスクールズアウトの、スクールズアウトとかスタジオペンタさんとか横田先生とかコーチ V5 スクエアとか、その支えてもらった大人たちにプロになったよっていう形で恩返ししたいなってずっと思ってます。